さん、よろしくお願いします。はい、会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。ただいまご紹介ありました、最高の祭りです、この祭り、絆っていうのも素晴らしい、名前だなというふうに私は思うんですけども、先ほど北小道の矢部さんが演舞されたんですけども、私よさこい始めまして、今年で大体、間抜けてるんですけど18年やらさせていただいてるんですけども、ずっとこの掛け声役も声出しっていう形でやらせていただいてます。私のその声出しの原点となったのが、北小道のやろさんのその当時の声出しをされてた方だったんですよね。今日このイベントで北小道のやろさんとお会いできて、やっぱりこのイベント名の絆っていうのがなんかすごく私の中では感じれた、気持ちで先ほどいっぱいでした。今日私たちの加水組でも新たな絆が、2人、生まれようとしてまして、今日初めてこのイベントでデビューする子がいます。手挙げてみて。はい、頑張って。2名が今日初めて皆さんの前で、演舞を披露することになります。どうか温かいご声援を送ってあげてほしいと思います。よろしくお願いします。参ります。仁義無双。
ました。はい、旭川かすいぐの皆さん、ありがとうございます。